大美林大学町田キャンパスにある清水安造の像。清水安造は日本の教育者、牧師、大美林学園創立者、元大美林学園第三代理事長。1891年、現在の滋賀県高島市に生まれる。近隣に陽明学者の中江当時が住んでおり、幼少期よりおじに、将来は中江当時のような人になりたいとたびたび言うなど中江に、 憧れていた。中学時代に、ウィリアム・メレル・ボーリズの感化を受け、同志社人学校に進学。この時、任一魔女に強く影響を受けたとされ、後の高師亭学園やオービリン学園開学の際に、自らの教育モデルとしたと言われる。さらにトベー、戸部市オベリン大学に学ぶ。1915年、同志社大学を卒業したその年、教会で聞いた、 殉教の話に感銘を受け中国行きを決意。1917年に日本人宣教師第1号として中国大連へ渡り布教活動を開始。翌1918年には法天に移り児童園を設置し、大連の教会にて戦災横田美穂と結婚。1920年に北京へ移り、美穂と共に貧困にあやぐ女子を対象とする実務。 教育機関、高指定平民高読み学校を朝日門外に開校。その後、小学校や中学校を併設し中国人のみならず、在家日本人にも文庫を広げるなど尽力し、地元では北京の聖人と呼ばれ、慕われていたという。また、天京ナとなり館という救済員も作っており、現地員としてセルツメントに参加している。1933年に、 妻の美穂と死別した後、1936年転身で5歳の小泉育子と再婚。敗戦と共に帰国、5歳の清水育子と共に東京郊外の町田市にキリスト教主義に基づいた国際的な教養人の育成を見学の精神とする学校法人、大美林学園を創立し、初代学長、後に第三代の理事長を務めた。 短歌に造形が深く、1966年の、欧美林大学開学時には、大学の設立こそは正規比の新島城に受けし、夢かもと感想を歌に読んでいる。他に1976年の夏、欧美林高校の野球部が甲子園大会で、優勝した際に読んだ、夢を見よ夢は必ずなるものぞ、嘘と思わば、甲子園に聞けなどが有名。 現在も、オービリン大学町田キャンパス内に、我が霊や天に昇らで嘆いに止まるべきぞ、桜の園にという自生の歌が刻まれた歌碑が建てられている。人脈も広く、北京の高市帝学園時代に路人と修作人の兄弟と知り合い、たびたび、兄弟の自宅を訪ねていた。当時修作人は、それなりに名を知られていたが、路人はまだ無名であった。安蔵は、 当時の日本の有名人を何人も州に紹介していたが、ある時、一人で州の自宅を訪ねると門番に止められ、会えなかった。何度も交渉するがどうしても会えず、その時、門番との言い争いに気づいた路人が奥から出てきて、州に代わり、自宅にあげたとされる。以降は州だけでなく、路人とも親交を深めることになり、路人の温厚な人柄を気に入った安蔵は帰国後、 日本国内で、路人について宣伝し、路人を有名にしたとされる。また日本帰国後、現在は、カレー専門店であり、当時は、文化サロンとして、文人や芸術家の交流の場であった新宿中村屋に、頻繁に出入りしており、ロシアから亡命していた盲目の詩人、エロシェンコとも交流があった。1927年には、日本国民新聞の契約記者として、 中国南方へと派遣され、休校にて当時、中華民国の総統だった蒋介石へのインタビューに成功し、記事にしている。北伐を行っていた蒋介石は、この直後に南京臨時政府を樹立した。1919年から1920年にかけ、イギリスの哲学者、ジョーン・デューイとバードランド・ラッセルが、北京大学に特別講師として招かれ講義を行っていた。 この時の超高生は大半が中国人であったがその中でただ一人だけ日本人がいたという記録があり、それが安蔵であった。これ以降、ラッセルの教育哲学に深く影響を受けた安蔵は自由主義者となった。1919年5月4日、天安門で始まったデモ行進5.4運動を目撃し、その状況を記した論文を日本国内に寄稿した。 これが、清水の最初の論文とされる。侵害革命の後、中国共産党設立に大きく貢献し、日本にも留学していた、李大将とは、彼がまだ無名の頃から信仰があった。1927年4月28日に、李が処刑されると、同年5月8日の北京州法に長文を載せた。その中で清水は、その読書ぶりに驚いたと記している。李は生前、 清水と同じクラッセルに強く影響されたらしく、英語で書かれていたラッセルの本はほぼすべて読破していたとのこと。今日、李の功績は、中国国内だけでなく日本をはじめ、世界各地で知られているが、息子の清水伊蔵によれば、その人柄を日本に紹介し、李大将の名を、日本で有名にしたのは安蔵だったとされる。同志社山脈編集委員会編、同志社山脈明葉。 書房、2003年、66から67ページ、清水康蔵と北京高師定学園辞伝、朝日門外敵、清水康蔵、新島城という清水康蔵の夢同志社大学。ありがとうございます。